屋で牛丼280円をやるとですね、あの野菜は玉ねぎぐらいしか取れないんですけど、紅生姜とかをこうバンバン食ったりするんですけど、ある程度お金出さないと野菜は食べられないんです。でだからといってこうサプリメントとかいくらもあってないのかし、まあ、それもそれで体に悪いっていう人もいるし、打ち上げで頑張って緑を探すとかそういうことを、してあの でもあるってやっぱりちゃんとお腹はいっぱいになった方がやっぱり動くっていうのがガソリン切れっていうのは良くないなというのをすごく反省しました。今度からはちゃんとしたものを食べるようにするかどうかはまた別だと思いますが、気をつけたいと思います。要望ですか？要望なんてあんまり聞いたくない要望ですか？はい、いやでもすごいあれですよ、ちゃんとだって車の中で止まってないし要望ですか？要望といったらやっぱたまにホテル泊まりたい。いやいやいや、そんな贅沢はそんな贅沢はっていうかホテルの方でもまた連れてってくださればいいなと、今回去年もこの夏の長いツアーに同行させていただいたんですけど、今年行ったらまたなんかちょっと友達が増えたりとかするのはとても嬉しい。親方また連れてってください気を向いたら連れてやる、はい、要望って言ったらそれぐらいでございますでこの、ライブの本数は基本的にどんどん増えていってるんですね去年で260本、今年多分280本にもなるんですが、明日明後日は、佐山雅宏という、道ですれ違ったら文豪が乗っちゃいましたというピアニストと一緒にですね、2日間になって、それでツアーが終わるということですが、明日の新居浜は実は小悪魔の館というオカマバーなんですね。非常に怖い、なんか俺狙われてるような気がする。石井ちゃんはどうかというと、石井ちゃんはそうでもないみたいで、成瀬君はあなたもなればとか言われる。そうですよ、一緒にお構いになりましょうよ。そうよ、やりましょうよ、幸せよみたいなこと言われてですね、まあ最後の松山が終わったらまた夜走って帰るわけです。そんなツアーの一番最後のこの大阪でのライブ、ここロックショットでできることを大変誇りに思い、また栄誉に思っておりますそして今日おいでいただいて皆さん本当にありがとうございました。では最後の薄利多売という歌を歌って終わりにします。ワン、ツー、スリー、フォー。夜明け間近の枕元には携帯電話が転がってるけど、深い眠りの中でもないのに、何の試しがないんだもんね。
から拍手を、ランサキは片手に
千鳥足夕暮のホテルの明かりがにじむ横浜セントメタルブルース一人飲む酒寂しくてうつるくらせば過去の色あなた恋しい黄昏の横浜本気
校庭遅れよいつものズブロカイ。元気な姿をあいつに見せたらこの街用事も済んだようなもの。花を咲かせよか。明日は遠くの街にいるから、心が弾むミュージック流れりゃ幸せさ。今夜は塞いでないで、痺れそうなあのメロディ、話は話だけなのさ。おごっておくれよ、おごっておくれよ、いつものつぶろか。おごっておくれよ、いつものつぶろか。ズブロックある？えい。あのさ、グラスはここにあるから、あのこのグラスにあるのよ。そうだな。一流バーにもないけど。みたなさきだ。石井康二だけ抱えて飛び乗った汽車に、アイスの分まで揺られ続ける。心が弾むミュージック流れりゃ幸せさ。今夜は塞いでないで、とろけそうなあのメロディー。話は話だけなのさ。おごっておくれよ、おごっておくれよ、いつものつぶろか。この店が潰れても他にも店は腐るほどあるけど、客よりも飲むマスター飲みに来て働く梅急語り明かす日々は大切な
りあえずとりあえず飲ませてよここで、oh yeah、2番を石井康二が心を込めて歌います。セルダンス花びらが完成に散ったような月よ
完成に散ったような